హలో ఆల్. సో ఈరోజు నేను మా ఫ్రెండ్ కలిసి మేముంటున్న ఏరియాలో ఒక చిన్న ష్రైన్ ఉంది, అంటే టెంపుల్ అన్నమాట. అక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ స్ప్రింగ్ స్టార్టింగ్లో ఒక ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి ఆ ఈవెంట్ని క్యాన్సిల్ చేశారు కరోనా వల్ల. సో ఈ ఇయర్ జరుపుతూ అండ్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. ఆ ఈవెంట్ ఏంటి అనేది, ఎట్లా ఉంటుందనేది ఈ వీడియోలో చూడండి. もし稼げなければこの台車に乗っけて俺一人で今みたいなのはちょっと結構重い感じと思っていますが、大体1トンぐらいは重いですね。結構重いですね。どのぐらいそれを持ってた方がいい。時間ですか。はい、時間。2時間ぐらいです。あとは、夕方にお餅巻きやりました。今は11時。はい。1回目は終わったから、はい、今から始めますよっていうですね。でこれがちっちゃい子供、7歳以下とかそのくらい用の安全に やろうねっていう、はいはい、でお昼を食べて、はいはい、太鼓とかそれを出ますよって聞いたんですね。はい、でこれが子供みこし、ちっちゃい日本の神様の中に乗っけて担ぐやつ、あとは太鼓とこれを他の大きい太鼓がまた戻ってきて、最後にちゃんと終わりますよね、はい、っていうやつをやります。神様は何か分かる。いろいろあって、これ天満宮っていう一つの、天満宮で日本の本当の昔の人、菅原道真っていうのは、西暦で1000年かそのぐらいの時の人が、まあ、神様になってっていうのがあります。すいません。
ユーチューブのすいません、これに牛肉が入ってます。牛肉入ってない、入ってない、入ってないです。大丈夫です。はい、神様に、何か神様のためにお仕事しますっていうので、あで、ちっちゃい子の、年齢で選ばれて、あでこれに選ばれるのは子供の子にとっても嬉しいことだし、あで親にとっても嬉しいことだから、でちっちゃい子っていうのは子供っていうのは汚れがない、汚れがないっていうので、ちっちゃい子をこういうの、何も悪いあれがないついてないよねっていうので、こういうちっちゃい子供が選ばれて、こういうふうに飾りをして、はい、神様にお伝えします、大事です。真ん中に座ってる方は、ここの、はい、神様じゃない、人間の中のメインです。あ、はい、はい、違うよ、大人の方は最新顔してみてくださいね。はい、行きますよ。誰から誰から誰から知ってるから誰でしょう。誰ですか。
出し上げます。辛抱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 もう分かんて、こんなせーの、分かるーせーの、かわいい。そのせーのっていうかすごいやめてもらって分からん。もうちょっと離れてください。左の方、台車当たりますよ。足元気付けて。重い重い、せーの、はい、大丈夫か。乗るで。乗ってやで。Yes.